さあオリックスですけれども、今回の内容はですね、今年は勝てた試合で負けるのが多いなということでございまして、皆さんね、今日の試合見ましたか？4月の10日、楽天との試合が京セラで行われたということですけれども、まあ、昨日はですね、勝利をしまして、まあ今日も勝てたなと思った人もいたんじゃないでしょうか。個人的にはですね、まあ、日に日に、オリックスの強さっていうのはところを取り戻しつつ、あるんじゃないかなとは、思っているので、まあ、非常に前向きに、ことを捉えているんですが、人によってですね、ちょっとオリックス大丈夫かなという人もいるんじゃないでしょうか。勝てばですね、オリックス強なったな、負ければ大丈夫かな、もう本当一喜一憂するのがファンの心情かなというふうに思いますけれどもね、果たして今日の試合は一体それはどうなのかというところですね。で、今日は阿部投手が昇格をして、まあ、本当にこう最近競り負けてるのが多いなっていうので、今日は本当リリーフ陣がね、ちょっとこう競り負けてしまったということでしたけども、それでもね、セデーニョが救世主になったりとかですね、まあ明日以降の戦いも非常に興味深いというところで、まあ早速ですね、最新状況という形で、お話をしていこうかなと思いますけども、まず、ポイントで言うとね、まず一つ目が初先発の高島投手ということでございまして、まあ、初先発というところもあって、特に、緊張してなかったっていうふうに本人言ってたんですけど、先制点をもらった直後の3回の表、そして、勝利投手、敗戦投手のかかる5回、ここが、まあ、非常に緊張というか上がってたんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、コントロールが非常にいい投手っていうのは前評判だとは思うので、点は取った後にもですね、先頭の、鈴木大地選手にフォアボールを出して、結果的には、同点になったっていうところで、ここがね、高島投手としてはちょっと、まあ、悔しかったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、5回のところも、なかなかにね、高島投手こう苦戦しながらっていうところだったんですけど、なんとかですね、まあ、勝ち投手の権利をっていうところで逆転を許したっていうようなことだったので、まあ、2軍で調整をするのか、1回ね、下ろすとは思うんですよ。投げましょうっていう形で、それとももう1回1軍なのか、あるいはリリーフなのかっていうのはね、ちょっと今後の注目のポイントかなとは思いますが、まあちょっとこう初先発緊張しないとはいえですね、同点のところですね、そこちょっと苦戦したのかなというふうには思います。そして、もう一つですね、ポイント二つ目で言うと、やっぱ今の時代リリーバーの複数年活躍ってのは難しいんだなって改めて感じました。今日はまあ特にこう総一郎がね10回に、まあ、勝ち越しを許してっていうようなことだったんですけど、まあそれ以外もですね、阿部投手が、ちょっとこうなんて言うんでしょうね、僕が知ってるようなというか、これまで連覇とかでこう貢献してくれた、ショート阿部ではないというかですね、まあちょっと苦戦をしているという感じですね。ランナーも溜めてなんとかもうギリギリで抑えていくというところでした。宇田川投手もコンディション不良、本田瞳もですね、肘の怪我、富山投手はトミー・ジョン、いろんな状態がある中でですね、平野義久だけはですね、ずっとクローザーしてるから何者なんて X でポストしちゃいましたけども、本当にですね、体が丈夫とか、だからそういう問題でもないのかなと思うので、まあちょっと異常なんだろうなと、普通はやっぱ、2、3年に1回はこうなるんだろうなっていうふうには思うので、まあちょっとリリーバーへのこう負担っていうのは、近年のプロ野球ではちょっと高まってんだなとは思いましたよね。はい。そして、それ以降ちょっと打つ方に今日は焦点を合わせていきますということで、まず、ポイント3つ目ですが、宗さん復調おめでとう。これまたね、構え変わってたよ。これは本当に、今日3安打です。素晴らしい。ありがとうございます。右に左に長打ということでしたけど、特に僕痺れたのが10回裏のあのツーベース、痺れたね。あれはもう高走塁やし、あの打球でツーベースいけんのがやっぱすごいよね。やっぱ構えを変えた時っていうのはね、結構いい感じで打っていけるんですよ。で、これがまた続かない。ちょっと短期的に不調になったらまた構え変えてっていうような。まあでも、その高不調の波が、安定はしてないですけど、むちゃくちゃ激しいかっていうと、そうでもないので、まあそこがね、まあレギュラーとして、君臨している一つのゆえんかなとは思いますけど、素晴らしい。一方でですね、主軸の宗さん復調しましたが、頓宮がかなり厳しいのかなと、いうことで、まあちょっとタイトルにも入れてますけども、まあおそらく今日がですねラストチャンスだったのかなと、いうことで、結構サトシはやるんですよ。不調だろうが好調だろうがですね、
プレッシャーのかかる場面で、もうベットするんですね。打てば、復調、打てなければもしかしたら今シーズン、そこに行く、なんかそんな感じの今日は瀬戸際の打席だったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、わざわざですね、若月選手にバントまでさせて、トング選手に代打で送ったってことだったんで、個人的にはここはノーだったんですね。トング選手打てるかもしれませんが、そのリターンよりも僕は若月選手で打って今日勝った方の方がリターンは大きいと思ってたので、正直ね、珍しくサトシにはちょっとこうおっと、思ったりはしましたが、まあ余計に今日凡退したことによって不調になったんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ変な話、明日降格してても僕はちょっとおかしくないのかなというふうには、思ってます。でそんな中でですね、もう今日は本当とにかくオーポジェノが救世主セデーニョであるということで、今日2発打ってますね。素晴らしい、もうめちゃくちゃ甘いよ、正直ゲロ甘ですけど、特にやっぱセデーニョ、今までだったらこれツーベースとかになってたかもしれないんですけど、インコースさばきみたいなところですか、詰まってライト前とかすごい多いじゃないですか。だから、まあ、本人としてもインコース結構もう好きなんでしょうね。もう打った瞬間にもうそれと分かるような感じで、またね、もう入った瞬間にベンチ振り返ってるんですよ。ほんとね、ムチムチすぎて、まあ、走る方向と逆の方向に顔を向けてるから、なんか柴犬みたいになっててですね、ちょっともうたまらんと、ね、これはもうファン増えるでと、めちゃくちゃ可愛いなっていう、感じなんですけど、それはそれでですね、まあね、三振したらちょっとこう野球少年みたいなリアクションもしてるし、まあ男しかわからない大事なところをね、しょっちゅう触ってるっていうので、結構佐藤さんとかもですね、むちゃくちゃ触っとんなみたいなこと言ってたんですけどそれちょっとね、笑っちゃいましたが、まあそういったのも踏まえてね、非常に可愛らしいのかなというふうに思いますんで、こう1年間、ここからどれぐらい出れるかわからないんですけども、まあよりこうね、不調なシーズンも入ると思うんですけどね、そのタイミングも我慢して、なんかどれぐらいの成績残すのかですね、去年9発、今年4発ということですけども、20発ぐらい打ってほしいんですよ、本人も言ってますから。ちょっとね、なんかこう一つでも多く出て、なんか20発25発とか久々外国人で見たいななんていうふうには思いましたし、もう一人ね、やっぱりこうトング選手とちょっとこう比較対象になりますけども、誰が予見できたかっていうことなんですよね。首位打者のトングがもう携帯の番号みたいになる、しかも、それを押しのけてセデーニョが4番として君臨する、誰が予見できましたかというところなんですね。3割4分3厘、非常に気持ちがいい数字でございまして、これは本当に蓋開けてみないとわからないなということでございます。そして、ここ最近ずっとですね、若月選手は出すべしとずっと言ってきたんですけど、まあ、ショートライナーしっかり、センターオーバーツーベースということで、本当打つ方は素晴らしかったんですね。なので最終回ね、打席立たせたのは本当にご納得でございます。しかもさっき言った通りね、トング選手のためにバントさせるのはもうノーだったと。なぜなのかっていうと、まあ打ってるからなんですね。これが不調の選手だったらもう全然 OK なんですよ、バントさせてもね。はい、ただワンアウト一塁やから、バントさせたらもう次のバッターに 100% ベットなわけですよね。それを不調のトング、まだね、好調のラオウだったらイケイケどんどんになるかもしれないですよ、代打で。そうじゃなくて、不調にトング、もうこれ完全に息を吹き返してくるよという、意味だと思いますんでね、かなりハイリスクだったんじゃないかなというふうに思いますし、打ったとてでそんなハイリターンにもならないんじゃないかなとは、思ったんで、ちょっとね、ラオウを使ってほしかったなっていうのが正直なところでした。はい、まあ、その中で、まあ、ベンチ要員とか見ていくとですね、まあ、ラオウだけじゃなくて、Tさん、まあ、ゴンザレスと、まあ、結構ね、Tさんも復調しつつあるっていうような感じだったので、まあ、太田亮もいるしね、足立選手もおるし、渡辺晴人とか、石川亮選手以外、もうだからキャッチャー陣以外やったらもう誰でも OK だったっていうような感じだったんで、ここがね、本当に惜しかった、たらればになっちゃいますよね。バント戦勝ったらとかね、代打ラオウだったらとか、いろいろ考えることがあると。ということです。そしてその他の、まあ、主軸というところで、まあ、今回ねこれポイントで言うと、まあ5つ目になってるかなとは思うんですけど、紅林選手がね、今日もヒット出ました。どんな形でも大丈夫ですよ、もう出ればなんでもいいしで、やっぱりですね、こう西川龍馬が本当素晴らしくて、結構楽天だと則本投手と岸さんに、まあ、やられてたイメージなんですけど、今日3出塁なんですね。
しかもうち2本ヒット、そのうちの1本が長打と、いうことで、岸さんがもう3打席目はもう全くストライク入ってなかったですから、相当投げづらいんだろうなと、いうふうにちょっと感じました。しかもヒットもですね、もう初球からガンガン振ってって、1打席目は2球目にヒット、そして2打席目は初球を長打っていうことなんで、まあ、相当投げにくかったんだろうなというふうにはちょっとね、感じますよね。で、もう一人ね、西野さん、もうしびれたぜ。本当に、まあ、ゲッツーとかですね、ゲッツー崩れとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、正直ね、今、西野さん、むちゃくちゃ調子がいいので、まあ、そこに関してはね、積極的に打っていくと、そら、ゲッツーぐらいになるわな、という感じなんですが、個人的にはですね、この3回の裏、ライトフライが本当しびれた。なんかこう、校長なりにですね、解説の方も言っていて、本当分かりやすかったですね。セカンドゴロとか、ファーストゴロ打ちたかったんだろうなと。ただ、まあちょっと上がってしまったってことで、これは校長がゆえにっていうようなところなんですけど、なんかああいうこう、なんていうんですか、もう、解説不要の意図が見えるような打席とか、プレーっていうのは本当に見ていて、なんかこう、来るものがあったりするんで、西野さんのここの凡退っていうのは、素晴らしかったですね。引き続き、いい好調はキープできてるとは思うんでね、もしかしたら若干加工するかもしれませんが、まだまだ、できるんじゃないかなとは思いますんでね、ぜひぜひ、そこのフィーバー期間はまだ過ぎてないとは思いますんで、期待をしていきたいと思います。そして、やっぱね、ケイタ、もう、この存在が非常に大きい。もう、ケイタがおるかいないかで、オリックスの打線の、その不調具合、得点具合がですね、本当変わってくる。それぐらい、全然変わってくるんでね、もう存在感としてはめちゃくちゃ大きかったですよね。ショートゴロとか本当素晴らしかったですよ。ね、チャンスも広げてと、いうところでございます。まあ、こんな感じでですね、カード、まあ、ど真ん中の試合を、まあ、振り返っていたわけですけども、明日もね、試合が行われます。ちょっと、ね、やっぱリリーフ陣を今日はやっぱ延長ということもあって、結構使ってしまったのと、マチャドとか連投なんですよ。なので、明日、シュンペーターになりますが、どんなリリーバーが出てくるのかわからないですけどね、ちょっとやっぱ関東完封はちょっとイメージがつかないんで、できればね、6回、7回ぐらいまで投げてくれたら僕としてはいいのかなというふうに思ってるんですが、ちょっとね、敵ながら、楽天の心配してドライすんねんっていうことなんですけど、最後にね、5回の表、これセーフティースクイズして、2アウト1塁3塁になった場面なんですけど、高島投手がグラブトスをしてアウトにして、1塁3塁から1、2塁になったんですが、ワンアウトですね、こんなサインしていいんかなっていう、楽天アウェイじゃないですか、同点になったとて、まあ、どっかでまた勝ち越さないといけないわけですよ。で、まあ、そういう考えをするなら、オリックスのリリーバー陣ならいけるというふうに思われてるのかも。知れないんですけど、どう頑張っても打つような場面だと思うんですね。これ逆で、2対1で楽天がリードしていて、セーフティースクイズだったらまだわかるんですけど、ちょっとね、なんかこういうことやってたら大丈夫なんかなっていうふうに、オリックスはね、そういうことは今のところあまりないので、サインでんっていうようなことはあんまりなかったです。まあ、トング選手もね、ちょっと意図がありましたけども、どういう意図があったのかっていうところだったんで、まあ、明日もですね、しっかり勝ち越して、どん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 、まずは一つずつですね、勝ちを積み重ねていくっていう段階だと思うので、期待もしていきたいなというふうに思ってますから、ぜひぜひね、今日の試合であったりとか、含めてコメント欄通じて教えてくれたらなと思ってます。ということで、今回のお話は以上です。最後まで聞いてくれてね、本当にありがとうございます。次回も、オリックスについて語ってまいります。チャンネル登録、X のフォロー、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、今日もありがとうございました。